どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。今回もまたこの小さなウクレレを使いまして、いろいろな曲に挑戦してみましょう。さあ今回は夏メロいきます。はい、平尾正明さんと畑中陽子さんの歌うデュエットソング、カナダからの手紙。こちらの名曲をこの小さいウクレレで、簡単バージョンでガズレレバージョンでやってみます。ですよね。はい、いつものように2バージョンいきますよ。最初のバージョンは初心者様でもなるべく簡単にできるようにしたガズレレオリジナル超簡単バージョン。後半のかっこいいバージョンではなかなかこのファンキーなリズムで、あのキレのあるリズムがね特徴になります。このリズムにこだわったかっこいいバージョンやります。2バージョン最後までご覧になってください。さあ大好きな曲、思い出の曲、いつも頭流れてる曲ね、 CD 聴いたりカラオケで歌うのもいいですけど、自分でこう楽器も奏でて演奏する弾き語り、これがねもうほんと楽しいんですよ。ぜひ皆さんにも始めていただきたいです。でね、楽器はちょっと無理ですというあなた、ウクレレだったらすぐできます。で、他の楽器できるよって方もウクレレでやるとまた全然音楽の景色変わるんで、ぜひ始めてください。ウクレレね簡単なんですよ。すぐできるようになりますから、弦4本しかないしね。あとちっちゃいからいつも持ち運びができてね、どこでも持っていける、これがいいと思います。で、今ご覧になっているガズレレ YouTube チャンネルの動画を見てるだけで、どんどん音楽ができるようになりますよ。もうちょっとしたらここにリンクがあります。このリンク先の初心者レッスンはここというところでジャンプしていただいて、数字の1番、2番という順番に動画を見ながらウクレレ触ってるだけで、できた、私できたってすぐなりますからね。で、YouTube はですね、いつでもどこでもスマホでも見られるでしょ。テレビにも映すことができる方はできる。はい。で、いいのがね、無料なんです。どんどんやってください。はい。じゃあリンクありますよ。初心者レッスンはここ行ってらっしゃい。クリック。行ってらっしゃい。そこには私が今まで取りためたありとあらゆる音楽ジャンルの曲が、ウクレレ簡単レッスン動画として700曲以上もアップロードされています。今日みたいな夏メロでしょ。あと昭和歌謡曲、演歌、最新 J-POP もあります。定番の J-POP、洋楽もたっぷりありますよ。ハワイアンソング、映画の曲、アニメソング、もうあらゆる曲をね、簡単で、ウクレレで簡単にしてますんで、ご覧になってください。先ほどのリンクのとこ行くと、曲名検索とか歌手検索とか、ジャンルボックスから探せるようになってるんで、いろんな曲やってみましょう。さあ、それでは行きましょうか。カナダからの手紙。まずはシンプル簡単バージョンからやってみます。もしもあなたが一緒にいたら、どんなに楽しい旅でしょう。 Love letter from Canada、 色づく街を歩いていると、涙が頬にこぼれてきます。あなたの声を思い出して、カナダの夕日見つめています。息が止まるような口づけを、どうぞ私に投げてください。 Love letter from Canada、 あなたのいない一人旅です。息が止まるような口づけを、どうぞ私に投げてください。 Love letter from Canada、 あなたのいない一人旅です。デンデンデレンデデレデンデン、せーの、じゃじゃん。カナダからの手紙、ガズレリルシンプル簡単バージョンやってみました。いい曲、はい、ストレートですね。はい、ですね、今のはガズレレレショートカットバージョンで2番をカットしてるんですけど、コード進行など一緒ですので、自分だけでこうね、フルコーラスやりたい方書き出していってくださいね。で、テロップと一緒にできるようになった方は、またこっちも書き出して自分だけでやってみるのがいいと思います。その時にちょっと私のノートを、写しますので参考にしてくださいと。で、これイントロなんですけど、ここ、ね、ここ、ダダッタとか書いてあるでしょ。これ後でやる、キメが入りますからね。で、こっから、A メロが入ってくるんですけど、ちょっとこの、下にね、くるっと書いてあるコードがある。これだ。こういうところは今上の段をやりましたんでね。これ後半やるかっこいいバージョンではこの下のコードを弾きます。これちょっと面白いコード。後で解説します。じゃあここ一時停止でメモっといてください。
あ、いいですかね。で、これガズレレ版ショートカットバージョンですね。サビ2回繰り返して終わったということで、全く同じですね、サビはね。すごいやっぱ昭和の曲がこうシンプルなのがまあ素晴らしいですよ、本当に。で、このエンディングがちょっとついてというふうになっております。じゃあ出てくるコードの解説。これは今出てこない。これね、Am、C、F、Dm、G7、E7、Em7。まあこれはもう典型的なガズレレ必須コード、オンパレードです。はい、ドリ。ガズレレ必須コード、これ覚えてください。ガズレレ必須コードって一体何だというふうな方もいらっしゃるでしょう。コードっていうのがありましてね、それをね、覚えなきゃいけないんですよ。でもそのコードっていうのは星の数ほど本当はある。で、全部覚えようなんていうのはそもそも無理で、じゃあどうしようかなって思った時に、このウクレレで音楽始めようと思った皆さんにとって、このウクレレにとってですよ、ものすごく仲良しで便利で、ためになる、こう、ためになるっていうか、こう、ほんと親和性のあるコードがあるんです。10個ぐらいあります。8から10。それをこのガズレレ必須コードということで、私が、定義してるんですけど、もうほんとに簡単なんですよ、その10個のコード。押さえ方、指1本とかいっぱいあります。なんだけど10個もあるから、頭混乱するでしょ。わかりやすく覚えられるように動画撮ってます。ここにリンク貼っておきます。ここでこのガズレレ必須コード覚えておいてください。そうすると今日出てくるコードはもう全部その中で網羅されてますから、そこで完全マスター必須ですからね、覚えてください。じゃあ、どんどんいきます。こっからかっこいいバージョンの解説にどんどん入っていきますよ。かっこいいバージョンはね、もう一個コード追加です。これがちょっとね、面白いコード。Bm7-5 です。よく見てください、これ。4つも押さえて大変と思うけれども、これね、Dm っていうコードと、G7 っていうコードを一瞬で押さえてるっていうイメージです。これ面白いんですよ。これやってみましょう。まずね、押さえる場所を解説します。ここと、ここと、ここと、ここですね。ここ、ここ、ここ、ここ。要はこう G7 と Dm で、まあ、合わさってる。で、今日は私は Dm を押さえといて、小指で1弦をこうやって押さえる押さえ方しようと思うんですけども、人によっては G7 を押さえて、親指でここを押さえるとか。まあ人それぞれです。こことこことここ、この響きが響きいいんですよ。なんというかこう物悲しい日本的な切なんていう、一回だけ入りますね。ここ要注目です。ちょっと難しかったらここは E7 でいっちゃってもいいんでね。ここのパートどこで出てくるかというと、このここに一回出てくるだけですから、 A メロのところでね、ラブレラフォームとか、はい、このコードを使ってみましょう。で、あとリズムなんですけど、全体的にはドン16ビートのチャッというリズムでございまして、このね、1970年代ってやっぱディスコブームっていうか、あのね、ファンキーなんですよ、すごく。16ビートのチャで結構こう、ほんと横乗りなんですよね、リズムとして。こんな感じです。Love Letter Phone かなだ。かっこいいでしょ？ねねねねねね、このダカチャカダン、ダカツタスタスカチャカチャカ。はい。こんな感じのファンキービートなんです。実は結構こう、ノリがすごくいいというね。で、この16ビートのチャなんですけど、これで皆さんかっこいいと思うでしょ？やるとわかるんですけど、難しいんですよ、結構。で、この弾き方、ここに、このリンク先に書いてあります。このリンク先は、クレレでできるリズムいろいろというガズレレホームページの1枚なんですけど、その中から16ビートのチャというリズムで、このリズムの弾き方をマスターしてほしいんです、動画でね。だけれども、いきなりは無理です。まずは8ビートという基本のリズムを押さえて、8ビートのチャをやって、その後16ビートをやって、その後16ビートのチャという、こう、だんだん階段を上るようにレベルアップしていくというリズムでございまして。まずは、初心者の方、8ビートでやるともいいと思いますね。Love Letter from Canada。これでもいいですよ。もしもあなたが、これ8ビートっていうリズムです。まずこの8ビートでやって、その後どんどん16ビート。こんな流れがいいと思います。でも今回のかっこいいバージョンはもうキレッキレの16ビートでやっちゃいます。そしてですね、イントロのところでちょっと決めが入る。ここにも書いてあるね。ダダッターって書いてあります。これ Am と E7 のところで、ダダッターンって感じです。ちょっとここやってみましょうか。でんでん、でん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 、でんでんでん、次ですよ。でれ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 、ダダッターン。まあシンコペーションですね。ダダッツ、ダーンアップで E7。ダダッターン。はい。ここ、ダダッターって書いておきます。はい。ここ一回だけこう決め、フックを入れるという感じですね。こういうの決めがある。あと曲の中で伸ばすとかそういうの、テロップで入れときますんで、そんなのをこうちょっと表情として捉えていただいて。全体的にはこのリズムのビート感がこう流れて、淡々としたリズムの中にこの歌詞の世界でこう入っていく。カナダからの手紙。カナダ、ね。遠く離れた二人の歌なんでしょう、これは。そんなことをイメージしながらね、感情表現ですからね。はい。やってみましょう。カナダからの手紙、ガズレレ流かっこいいバージョン、やってみる。ワン、ドゥ、ドゥ。もしもあなたが
息が止まるような口づけをどうぞ私に投げてください。 Love Letter from Canada、 あなたのいない一人旅です。デレデレデレデン、せーの、ニャラン。カナダからの手紙、ガゼル流かっこいいバージョンやってみました。いいですね、なんとも言えないです、離れ離れになってる2人がね、このね、こうシンパシーで伝え合うみたいな、そんなね、こうやっぱ頭の中で、ね、こう情景を思い浮かべながらこの曲の世界にゴッと入っていくのがね、やっぱりこう音楽の楽しみ、あの方法だと思いますんで、皆さんどんどんそんな感じで楽しんでいきましょう。さあ、ウクレレ楽しいと思った方、どんどん周りに伝えてくださいね。これはね、本当にね、豊かになりますからね、この今ご覧になっているガゼルリ YouTube もぜひご活用ください。ここら辺にチャンネル登録ボタンがあります、ぜひお願いいたします。さあ、このガゼレレですけど、このちっちゃいウクレレ持って日本全国飛び回ってイベントやってみます。そんな情報や、このウクレレに関する情報、あとはね、本をいろいろ出してるんですよ。もうベストセラー作家ですよ、ゆうたって。はい、そんないろんな情報をこの後ちょっとご紹介動画引っ付けてますんで、お時間ある方もない方も見てみてください。今日は見てくださってありがとうございます。この後紹介動画どうぞ。はい、皆さん、ガズレレホームページをまず最初にご覧になってください。はい、ガズレレ .com ですよ。ここを見たら大体のこと分かります。リンクもここに貼っておきます。さあ、次のガズレレイベントですけど、はい、こちらです。まず東北行きますよ。9月の22、宮城県イオンホール名取。その翌週9月29、山形イオンモール天童です。はい、これはね、東北攻めます、今年の夏は。夏じゃ、9月だからもう真夏じゃないかもしれないですけど、東北でウクレレっていうのはね、これ面白いなと。皆さんぜひ来てください。両方とも島村楽器さんの主催のイベントになります。イオンですよ。はい、でウクレレ持ってきてくださいね。私のコンサートじゃないよ、みんなと一緒に歌って、みんな全員が出演者のイベントみたいな感じですからね。これがね、そのイベントに来ると、私のね、あの話を聞きながらやるとね、もう本当にね、楽しくなります。本当これはね、来た方がいいですよ。もうこの先のね、音楽人生が変わるっていうぐらい言っちゃいました。はい、でも、まあ、とにかくもう私に会いに来てください。お一人様でも大歓迎、仲間内でも大歓迎、もちろん私がいるからどなたでも大歓迎でございます。よろしくお願いします。あと本いろいろ出します。これはですね、今年の夏はこれがヒットしてます。100曲入りの立東ミュージック社さんから出てるガズのソングブック、100曲ですから、ぜひ皆さん、こういうの本もね、いっぱい見てくださいね。あとはこのウクレレなんですけど、クラウドファンディング大成功におりまして、なんとか皆さんの手に届けようと思って今動いてますね。もう少々、お時間を お待ちくださいませ。こんなね、この水引きなんかもね、あのホームページ上で販売してますんでね、ぜひ皆さんホームページいろいろ探ってください。楽しく音楽やる毎日素敵ですね。どんどん楽しみましょう。ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。